垂れたお尻全然変わらん。ワイドスクワットやるけどお尻より前ももに効く。マジこれおすすめ。四つん這いになったら足を高く上げる。10秒キープしたら10回動かす。お尻横に効く。反対も同じ。四つん這い足を高く上げる。10秒キープしたら10回動かす。うわー、お尻いった。ということで今回はお尻と太ももを重点的に使っていきます。ここの筋肉が弱ってしまうとどうしても代謝が下がるんです。体を動かすのはお尻と足を使って主に動かしていくので、弱ってしまうと活動量が減って消費カロリーが減って、結果的に摂取と消費のバランスが崩れて太っていきます。垂れ尻と聞くと男性は興味ないかもしれませんが、太りやすい人は必ずここが弱いです。今回はめちゃくちゃおすすめなキープクイックです。キープした後に動かしていきます。そうすることでしっかりフォームが安定した状態で筋肉を使って、そこからさらに動かしていくので、少ない時間でしっかり効かすことができます。全然きつくないメニューになってますので、一緒に頑張ってみましょう。まずは四つん這いの状態から右足を横に上げましょう。ここでキープした後に動かしていきます。10秒キープ、10回動かすといった感じで流れていきます。いきましょう。スタート。ここでキープです。あんまり膝がね前に行かないように真横を意識して、はい、動かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 反対も行きましょう。スタート。止まって動かすのって意外と楽しくないですか？また使い方が変わるんでね、新鮮味がありますよね。はい、動かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 次は膝を曲げたままでキープ。その後に動かします。スタート。しっかり腰丸めて、これ腹筋がちゃんと使えてます。つま先も伸ばして、はい、動かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 反対も一緒です。いきましょう。スタート。足の甲を伸ばさないとね、地面につきやすいんで、しっかり伸ばして、できるだけ抱えて、はい、動かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 次は足を90度に曲げてキープしたら動かします。あと腰が反れすぎないようにね、ちょっと丸めて一直線でキープ。はい、動かして、1、2、もも裏を上げる感じ、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 反対もいきましょう。あとしっかりね、この90度をちゃんと作ってください。水平動かして、1、2、動かすときも90度、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 次は仰向けで出ましょう。足を前に出します。つま先上げます。足少し開いてお尻を上げてキープ。ここからクイックします。スタート。お腹をね、引っ込めて、ちょっと腰丸める感じです。さあ、動かしましょう。スタート。1、2、3、しっかりお尻締めて、5、6、7、8、9、10。 OK、 次は足を開いたまま膝を開きましょう。このまま少しだけ持ち上げます。ここからアップでクイックです。いきましょう。スタート。お腹をしっかり引っ込めてください。足の側面でね、体持ち上げてる感じ。行きましょう。1、2、3、4、5、6。太ももの付け根が効いてればバッチリ。9、10。 OK、 両膝抱えたままでキープしたら動きます。行きましょう。スタート。しっかりね、手じゃなくて足自分で抱えて、腰丸めて抱えます。動きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 足を少し前に出してキープしたら
膝を動かします。いきましょう。スタート。90度よりも少し前です。腰が浮かないように、お腹力入れて動かして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 次はプランクです。足も手も肩幅で体を上げてキープしたら動きます。いきましょう。スタート。しっかり腰を丸めてください。動きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 次は横向き。足の位置を一直線にします。こっから体を持ち上げてキープしたら動きます。スタート。しっかりね、ウエストを使っていきましょう。できるだけ一直線。はい、動きましょう。1、2、2張って3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ウエストに効きますよね。ポイントは一直線です。いきましょう。スタート。肩の下にね、肘です。息を長く吐きましょう。さあ動きます。1、2、3、4、5、2張って8、9、10。 OK。 はい、正座からお尻上げて足を開きましょう。足先は少し内側に入れます。ここからゆっくり倒れてキープ。ここでお尻を動かしていきます。あまり倒れすぎると辛いんで、少し倒れてたらいいです。いきましょう。スタート。まっすぐよりもね、気持ち倒れてたらいいです。ストレッチとね、腹筋使います。はい、動きましょう。1、2、上手に腰だけ動かしてみてください。4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今の足のまま体を横に倒しましょう。ここでキープしたら動きます。ウエスト使っていきます。あと息長く吐きましょう。しっかり胸張るとね、まっすぐになります。動きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 反対も一緒です。いきましょう。スタート。しっかり胸張って体まっすぐにして動きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 膝をまた曲げて足開きます。開いて力抜いてキープ。ここからさらに開きます。いきましょう。スタート。反り腰解消とかね、お腹出てる方にこのストレッチはおすすめです。股関節痛かったら戻していいです。いきましょう。1、2、3、4、5。可動域広げましょう。7、8、9、10。 OK。 ラストです。足を前に出して体を起こします。ここでキープしたら手をグッグッグッと動かしましょう。スタート。ラストです。足の力抜いて、最後です。頑張って手を動かしていきましょう。1、2、3、4、遠くに伸ばす感じ。6、7、8、9、10。 OK。 キープ&クイック、これはとても効果的で筋肉が飽きないメニューになってるんで、痩せたいよって方はこれを毎日続けてみてください。うまく呼吸も合わせて使えてくるとお腹痩せ効果も上がります。頑張ってやってみた方はコメントください。